N ちゃんでご紹介した流山の飲食店が50店舗を超えた記念として、当チャンネルでご紹介した流山のお店の中で皆さんにおすすめのお店を投票していただき、1位を決める企画の N ちゃん式流山飲食店総選挙、今回の動画はその後編となります。前編の動画を見ていない方は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの動画をチェックしてからご覧いただければと思います。今回は残りの1位から5位の発表となります。それではランキングの発表に参りましょう。5位は同じポイントで2店舗ございます。1店舗目は流山にある長寿屋さんです。長寿屋さんが獲得したポイントは1位2票10ポイント、2位2票6ポイント、3位1票1ポイントで合計17ポイントでした。以前 N ちゃんではランチメニューの A コース、メイン料理は日替わりの魚料理をご紹介させていただきました。投票してくださった皆様からは流山の旬の素材にこだわった料理、お店の雰囲気、コストパフォーマンス、すべてが最高です。結婚祝いや誕生日などで利用し、味と思い出が一生に残る時間になったなどのコメントをいただきました。2店舗目は江戸川台にあるお母さんの歌東口店さんです。お母さんの歌東口店さんが獲得したポイントは1位3票15ポイント3位2票2ポイントで合計17ポイントでした。以前 N ちゃんでは唐揚げ弁当をご紹介させていただきました。投票してくださった皆様からは、なんといっても唐揚げのボリューム、唐揚げ弁当、ナポリタンピーマンの肉詰め最高ですなどのコメントをいただきました。4位は蚊にあるコーヒー屋オービー流山店さんです。コーヒー屋オービー流山店さんが獲得したポイントは1位2票10ポイント2位3票9ポイント3位1票1ポイントで合計20ポイントでした。以前 N ちゃんではチーズバーグサンドとアイスコーヒーをご紹介させていただきました。投票してくださった皆様からは、アイスコーヒーが金魚鉢並みとか、量が素敵すぎる、ジャンボサイズの名物があってメニューも豊富、気楽、気さくなどのコメントをいただきました。ここからはトップ3の発表となります。まず第3位は若葉台にある純手打ちラーメン長八さんです。純手打ちラーメン長八さんが獲得したポイントは1位4票20ポイント3位3票3ポイントで合計23ポイントでした。以前 N ちゃんでは純手打ちなのでもちもちとした食感の麺が特徴的なネギチャーシュー麺をご紹介させていただきました。投票してくださった皆様からは、中毒性があってやめられない、止まらない、スープ麺ともに美味しい、他にない味などのコメントをいただきました。続いて第2位はカニあるビストロ南ミンカセさんです。ビストロ南ミンカセさんが獲得したポイントは1位4票20ポイント2位4票12ポイント3位1票1ポイントで合計33ポイントでした。以前 N ちゃんでは2本の動画を投稿しており、1本目はローストチキン、2本目はチキン南蛮をご紹介させていただきました。投票してくださった皆様からは、鶏料理、ステーキ、パスタなど食べましたが美味しかったです、お店の方も親切でした、うまい、名物があってメニューも豊富、気楽、気さく、安心、安全、チキン南蛮が絶品ですなどのコメントをいただきました。 N ちゃんでご紹介した流山の飲食店が50店舗を超えた記念として、当チャンネルでご紹介した流山のお店の中で皆さんにおすすめのお店を投票していただき、1位を決める企画の N ちゃん式流山飲食店総選挙、いよいよ1位の発表となります。N ちゃん式流山飲食店総選挙第1位は車木にある和食鈴木さんです。
今回1位となった和食鈴木さんが獲得したポイントは、1位4票20ポイント、2位6票18ポイント、3位2票2ポイントで、合計40ポイントでした。以前、Nちゃんでは2本の動画を投稿しており、1本目は天丼、2本目は生牡蠣フライをご紹介させていただきました。投票してくださった皆様からは、天丼も海鮮丼も、量が素敵すぎるほど多く、コスパ最高、新鮮、美味しい、居心地の良さ、流山セントラルパーク駅ユーザーとしては、貴重な存在、などのコメントをいただきました。これで、Nちゃん式、流山飲食店総選挙は終わりとなります。皆様のお気に入りの流山の飲食店はランキングに入っていたでしょうか？今回の企画が好評であれば、時期を見て、第2回、Nちゃん式、流山飲食店総選挙を開催したいと思います。今回の順位の振り返りですが、1位40ポイント和食鈴木、2位33ポイントビストロ南風、3位23ポイント純手打ちラーメン長八、4位20ポイントコーヒー屋OB流山店、5位17ポイント長寿屋お母さんの歌東口店、7位16ポイント生地カフェこんがり亭、9位13ポイントケンラボ、10位11ポイントレストランアップル中華食堂寺江丼民芸風ラーメン稲穂になります。気になったお店の詳しい情報に関してはそれぞれの過去に動画を投稿しておりますのでチェックしていただけたらと思います。またお店が気になった方がいらっしゃいましたらぜひ足を運んでいただけたらと思います。動画の内容が良ければ高評価ボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。改めて今回第1位となった和食鈴木さんおめでとうございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いします。